江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、サッカーの話題、今日はサッカーの話題3本ほど挙げてるんですけども、その最後の話題でございます。こちら、ドイツ紙が警告に同情、ウェールズと引き上げた警告が連敏の的になってしまい警告民がっかり、ということでね、なんか同情してるらしいですよ。哀れみの目で警告を見てるらしいですよ。はい、じゃあね、見ていきましょう。くーちゃんお願いします。哀れ。ドイツメディアがユルゲン・クリンスマン監督59の在宅論議に包まれた警告を見て同情を示した。クリンスマン監督率いる警告サッカー代表チームは8日以下警告時間、英国カーディフのカーディフシティスタジアムでウェールズと親善試合を行い、0-0の引き分けとなった。これでクリンスマン監督の初勝利狩りはまた次の機会に持ち越された。代表チームは今年3月、彼が赴任して以来5試合で3分け2敗にとどまり、一度も勝てなかった。警告サッカー史上外国人司令塔として最悪のスタートだ。必ず勝たなければならなかった試合だったが、期待は粉々に砕けた。結果どころか内容もつかめない接戦だった。英国 BBC は、警告はより多くのボールシェアを記録したが、より良いチャンスをつかんだのはホームチームのウェールズだったとし、警告は市町村フンミンとファン・インボムの遠距離シュートだけだった。今回の試合で勝利する可能性が高いチームはウェールズだったと評価した。序盤から方向性のわからないサッカーが続いた。パウロ・ベントマイ監督が強調していた後方から試合を展開していくビルドアップは全く見られなかった。しかもクリンスマン監督の色彩は今回も現れなかった。結局クリンスマン号は得点なしで試合を終え、無勝ち更新を5試合に増やした。この日の90分間警告が残した記録はシェア 61%、 守備壁に阻まれたシュートを含めシュート4回、有効シューティング1回、ボックス内シュート0回に過ぎない。外遊論議もさらに熱く燃え上がる見通しだ。実際クリンスマン監督は今回の試合前から大きな批判を受けた。国内常駐を約束した彼は警告より海外に長く滞在し、議論の中心に立った。米国の自宅でオンラインインタビューをしたり、9月の国際 A マッチリスト発表記者会見は完全になくしてしまった。批判世論が高まるヤクリンスマン監督は自身はウォーカーホリックと釈明した。はい、彼はアドバイザー、コーチとどれだけ多くの通話をして連絡しているかわからないだろう。ワーカーホリとし、警告サッカーをどうすればいいのか KFA と共に悩んでいる。皆さんの前には現れなかったが、休まずに働いている。申し上げたい点は、私もウォーカーホリックだという点と強調した。クリンスマン監督が、自分で言う？どれほどウォーカーホリックかはわからないが、結果は生産だ。ピッチ上で満足のいく競技力を見せることも、勝利をもたらせていない。当然彼を見つめる目つきが優しいはずがない。ドイツのスポルト1はこのような警告を見慣れた光景と感じた。メディアはおかしなクリンスマンの話が繰り返された。彼は警告代表監督として在宅勤務問題で批判されている。この話は多くのドイツファンに親しまれているだろうとし、クリンスマン監督の在宅論議に注目した。クリンスマン監督はドイツ代表チームを指揮していた時代にも同じ問題で非難された。当時、ドイツレジェンドの一人だったルーリン・フェネスは、ホームで開かれる 06W 杯を1年後に控え、ドイツの監督は、ドイツに住まなければならないと不満を吐露した。もちろん、その程度では、クリンスマン監督の米国愛を防ぐことは、できなかった。これに対し、スポルト1は、クリンスマン派、約17年前にも、異例の議論があったにもかかわらず、米国を離れないことを決めた。そして彼は今警告代表監督として同じことを繰り返している。ほぼ20年前のようにクリンスマンの不在は再び極度に批判されている。彼は就任後わずか67日だけ警告で過ごしてという。8月にはオンライン記者会見も開いたと指摘した。最後にスポルト1はクリンスマン派、24時間勤務するが現場で勤務しない。しかしスポーツ的な面では全く説得力がない。警告はホーム4試合で勝利を収めることができなかった。彼が繰り返される批判を鎮めるためには説得力のある競技力が必要だと付け加えた。はい、ということでね、それではですね、こちらに対して警告の反応見ていきましょう。おー、
はい、1人目。ドイツ本国でそう話してくれてるのに大系サッカー協会は16-0。でもさ、在宅を条件に契約してんだったら辞めさせちゃえばいいのにね。いないのかな。いないんだろうな。次がな。あんな子をなんで連れてきたの14-0。全部知っていながら選任したサッカー協会が責任を負わなければ14-1。結局サッカー協会がまたいたずらした。カモにされた大系サッカー協会わら10-0。あの子はただいままでやっていた通りにしただけのこと。早く帰ろ10-0。選ぶ前から議論があったのに、あの子をおすすめしたやつから切りなさい7-0。本当に良い職場だね。私が遊んでお金をもらいたい5-0。繰り返し悪口を言われるのは全て理由がある5-0。いっそのこと米国の監督をしろ。家から近いんだし5-0。顔も見たくない。協会会長はマンションでもうまく建てろ4-0。渓谷の大韓サッカー協会の会長がヒュンダイ建設の前社長なんですよね。で、その時にマンションの崩落事故がありまして、崩落っつったら一部なんですけど、これですね。はい、これちょっとね、まあ渓谷のニュースご存知の方はもしかしたら記憶あると思うんですけど、この事故の時のヒュンダイ建設の社長が今大韓サッカー協会の会長やってるんですよね。はい、じゃあ次行きましょうね。こちら、女子バレーボールの国会代表監督もそうなんだけど、わらわら4-0。国家代表ね。サッカー監督ではなくサッカー観戦だよ。最難級だ。こんなことをするためにベンツ前監督を見送ったのか3-0。はい、というね、意見でした。それではですね、チャットの反応いきたいと思います。はい、じゃあね、上の方からいきますかね。こちら、同情するなら金よこすにだ。珍しくドイツからの同情。さすが売りの兄弟国にだよ。ドイツ相手にすんな。法則発動するぞ。警告チームじゃなくてグリーンズマンに同情してるんだよ。被害者に向けられる哀れみと敗者に向けられる哀れみは違うからな、わら。方向性のわからないサッカー、わらわら。多分言葉通じてないんだよ、わら。クリンズマンってさ、地元の EU の人にボロカス言ってるんだろうな。監督のビジョンが見られないって、実践できる能力がなかっただけじゃねえの？警告、イルボンは売りたちに金を出すにだ。クリンズマン、警告は俺に金を出社員だよ、W。ワーカホリックは自分で自分のことワーカホリックとは言わないもんですがね、わら。言わないよね。サッカーのプレイスタイルに流行りがあるのだとしても、自分らに合ったプレイスタイルってあるよね。タテポンに戻してみたら、監督のせいにしている時点でお察し。戦術伝えても実行できないチームなんだから。国家代表だからどれだけの選手が集まるかと思ったら、小学生レベルの言語理解力だから言うだけ無駄だと悟ったんだよ。もうやる気もないんだよ。まあ警告監督やってる時点で普通じゃないよね、わら。こんな選手たちじゃどうしていいのかわからん。そんなのしか監督やってもらえないんだからしゃあない、わら。同じ過ちを繰り返すということについては警告とそう通じるものがあるね、かっこ笑い。行きたくないんだよ、現場せんなよ、わら。俺はすげえ働いてるんだぜっていうやつほど結果が出ないっていう見本じゃねえか、わら。だから最初からキム監督にすればよかったんだよ、わら。クリンスマン、はっきり言ってやれよ。アマレベルで国家レベルじゃねえってさ。他に受けてくれる人がいなかったんやろ。言わせんなよ。競技力言うても若手を外へ出さない仕組みを作ってから競技力歯型落ちじゃん。 K リーグがダメなのであって、監督はどこへいようが関係ないのでは。金ないもんな、国内監督でいいよね。引き受け手がなかったんだろ、甘んじて受け入れろ。なんだ、記事を読んでみると警告に同情したんじゃなくてクリンズマン監督に同情しているやん。時間がかかるけど、国内の指導者ちゃんと育成すれば、どんだけお金と時間がかかるかわからんけど。マンション崩壊しすぎてて、どの崩壊かわからん、笑い。誰がやってもきっと同じだよ、気がつけよ、笑。はい、ということでね、それではですね、これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、評価、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。